幼女神器。少佐、これは？この度食あたりが発生し、タイヤ年順位が戦線を離脱する羽目になった。まったく、腐ったジャガイモに当たって戦線離脱などかっこ悪いことこの上ない。少尉は腐ったジャガイモと正常なジャガイモの区別はつくだろうな。当たり前であります。食べてみて美味しくていくらでも食べられるのが正常なジャガイモ。食べてみてあんまり美味しくなくてほどほどしか食べられないのが腐ったジャガイモ。機関に聞いた私がバカだった。すいません。少尉は何を食べても大丈夫なのかもしれないが、普通の人間は腐ったものを食べると腹を下すのだ。私も普通の人間。まず今回問題となったジャガイモについてだが、少尉、このジャガイモには一つ問題がある。わかるか？わかりました。これは大きすぎる。ジャガイモが大きすぎると潰すときに力がとてもいるので、たくさん食べると腕が。違う。え？サイズの話などしておらん。ショイ、ここを見てみよう。はい。緑のものがあるのがわかるか？あります。これはジャガイモの芽だ。芽？これには毒が含まれていてな、これを摂取したものは嘔吐、下痢、頭痛、ひどいものは呼吸困難や腎不全になることもあるのだ。そんな恐ろしい成分が。ああ、確かソラニンだかチャコニンだったか。ルーシー連邦にいそうな名前ですね。うん、そうだな。連邦は油断ならない。関連付けてこいつらはヤバいと覚えておくように。はい。少佐。どうした？ルーシー連邦が我々に国際法違反の生物兵器船を観光してくるという噂は本当ですか？はあ、何を。セレブ略オフ少尉が連邦のスパイでしょうか。名前を呼びながら気をつけましょうと言っていたもので。お、確かソラニコフとかチャコニコフとか。ソラニコフとチャコニコフに気をつけろ、病気にさせられるぞ。名前が連邦っぽく変わっている。